皆さんこんにちは、三上真史の趣味は園芸チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。さて今回は切り花のアレンジメントを作っていきたいと思います。これ今配信するときはもうすぐバレンタインということで、もういつでもね作れる簡単な方法のアレンジメントをご紹介したいんですが、中でも今回はですね、バレンタインにぴったりな花材を使ってバレンタインアレンジメントを作っていきたいと思います。というのも私ですね、フラワーアレンジメントの資格も持っておりまして、普段からアレンジメントよく作っているんですね。その中でも本当にどなたにも簡単にできる方法がありますんで、まあ、ちょっとほぼほぼ三上流になっちゃうんですけど、僕がよく作る方法で皆さんに作っていただきたい。でバレンタインって実は、まあ、チョコレートをね日本では贈る習慣っていうのは風習が一般的ですけども、実際世界的には特にヨーロッパですね、花を贈る日でもあるんですよ。フラワーバレンタインっていう言葉があるぐらいで、もう愛している方、もう好きな方だけじゃなくて、もう感謝している、もう普段からお世話になっている感謝している人に向けてもですね、花を贈ろうっていう日でもあるんですね。 むしろ男性から女性に花を贈るっていうことが多いんですね。そんな日なんです。まあでも関係なくですね、バレンタインはもうチョコだけじゃなく、もう男女問わずですね、こうお世話になっている方、感謝している方、そして大好きな方、愛している方に花をぜひどんどん送っていただきたい、そんな日なんです。というわけで、ただ切り花をね、まあ、送るっていうだけではなくて、もちろん切り花屋さんで切り花買って、まあ、作ってもらって送るでもいいんですけど、せっかくならぜひご自身でアレンジメント作って送っていただきたいんですよ。そうするとやっぱり愛も余計こもるじゃないですかね。愛を込めて送るということで、簡単に作る方法をお伝えしますので、ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。ということで作っていきましょう。さあというわけで今回作る内容なんですけども、まあ、これバレンタインに問わずですね、いつでもぜひ作っていただきたい、まあ、むしろ送るだけじゃなくですね、ご自身で飾るのにも作っていただきたい簡単な方法をお伝えします。いろいろ飾り方ってあるんですが、まあ、生け花もありますし、普通に花瓶に生ける方法もいろいろあります。ですが今回、まあ、ブーケなどもありますよね、花束もありますが、今回は吸水フォーム、こちら、まあ、よくオアシスって言ったりもしますよね。あれ商品名なんですけども、まあ、いわゆるオアシス、その吸水フォームっていう名前で、フローラルフォームですね、こちらは売っています。いろんな名前がついているんですが、これねスポンジなんですよ。こんな風に水をしっかりと含んでくれる、まあ、吸水フローラルフォームスポンジっていうことなんですね。でよくお店で売っているアレンジメントって大体これ使っていて、剣山がなくてもこのスポンジに水をしっかり含めることで、ここに花を刺してアレンジメントを自由自在に作ることができるんですね。でこれでもなかなかね、ご自身で作るって難しい、どんな風にやったらいいのかと、プロがやる専門のものだなって思われがちなんですが、今やこれどこで売ってると思いますか？今までは確かに専門店さんとか大きめの園芸店さんとか、まあ、切り花屋さんなどでしか売ってなかったようなものなんですが、今はどこでも手に入る、つまり100円ショップでも売ってるんです。そう、これ100円ショップで買いました。ぜひねお近くの100円ショップ覗いてみてください。結構置いてます。大きめの100円ショップならだいたい置いてますね。100円で買えちゃう、本当に素晴らしいですよね。でしっかりしたものなんで普通にねアレンジメントとして使えるんですよ。で今やこの四角だけじゃなくて、球体のねこの吸水フォーム、フローラルフォームをね100円で買えたりして、いやー本当すごい時代になりましたね。僕がアレンジメントをね、学んでる時はまだ球体なんかは売ってなかったと思うんですよね。最近見てると、こんなものまで売ってるんだっていう、驚くんですけども。でこちら使って簡単に作れます。安価で安く作れますので、今日もこちら使って作っていきたいと思います。でまずこの吸水フォーム手に入れていただいて、あもちろん100円ショップ以外でもね、今言ったところでも売ってますし、あともしなかったら、ネットショップでね簡単に手に入れられるんでね、ぜひ手に入れてみてください。でこれ使い方がポイントがあるんです。結構これも間違いがちなんで、先にこの使い方からお伝えしたいと思うんですけど、普通にね、まあ水を含ませることが大切なんですが、含ませ方にポイントがありまして、水をこういった何でもいいです、たらいだとか水面、洗面器ですねなどに水を張って、しっかり水を張れる深さのあるものにしてください。ここに正しい水の、これ含ませ方です。ここにただポンと置いちゃいます。これでやっちゃいけないこと、押すな押すなです。押すなよ押すなよ、それ押すっていう振りだねってことで押しちゃう、ダメ。これやりがち、もう早く水つけたい、早く含ませたいから、ぐーっと押しちゃって前面にさっさと水をつけると、それなぜ何がいけないかというと、中心まで水いかないんですよ。この吸水フォームのこっちもう一個ありますけど、この中まで水が含まれないんですね。これ今見ててください、
もう自然な重さで沈んでいきます。じわじわと自然のこの重力に任せて沈ませていく、水の中に重さでこうどん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 いきますね。はい、これで全体に染み込ませる、絶対押さないってことなんです。あともう一つやりがちなのが水道ですよね。もうこういうのを張らずにもう水道でもう蛇口に入れてジャーで全体を含ませちゃう、これもダメです。なぜダメなのかっていうと、結局水をしっかりこの後ね、切り花これに刺して使って、これが育つための水、水分になるわけなんですけども、中まで水含まなきゃいけないんですよ。でそんな風にとりあえずジャーって全体含ませるとすると、無理やりやると中まで沈んで含んでいかないんですね。実際に本当にそうなのかってことですけど、これはちょっとちょっと染み込んでます、染み込んでます、いい感じに、はい、もうちょっともっと水張ってもいいですけど、分かりやすく今ねこうしてますけど、はい、しっかりと張っていきました。はい、そんな風にやってこれはしっかりと含ませておきますね。で本当にそれって含まないことになっちゃうのと、これ実はさっき軽くですね、そのいわゆる全体に水を含ませる感じでやったんですよ。やり方ちょっとごめんなさい、どういう風にやったかというと、よくやりがちなのがこうやって押しちゃうやつです。こうやって押して押してこうやってこうやって押して、よしよしよし、はい、しっかりついたなっていうことなんです。じゃあこれしっかり、じゃあ果たして水が含んでいるのかどうかですけども、切りますよ、もったいないですけどね。ああ、見てください、こういうことなんですよ。これも比較的結構水につけたんですよ。でももう最初に全体につけるようにしてからこうやっといたんですよ。そしたら全然なんか含んでいってくれないんですね。なんか美味しそうなねお餅に見えますけどね。これじゃ意味ない、茎刺した時にここに茎行くんですよ。でここに水含まれてたら何の意味もないんです。これ結構間違いがちで、あっという間にフローラルフォーム、この吸水フォーム刺したら枯れちゃったっていう方いらっしゃるんですけど、中まで水がね浸透してないってことがあるんですよ。これ気をつけてください。なので今みたいにもう自然の重力に任せてじっくりと含ませる、でしばらくこれで待っていてください。そんな風にするとですね、これちょっともったいないんですけどね、こちらさっき含ませておいたものです。同じようにこちらやっていきますよ、切りますね。あ、ちなみにこれ切るナイフ、これ手安全なんです。これねフローラルフォーム、その吸水フォーム、オアシスとも言ったりしますが、これ切るときにこれねナイフとかカッターとかが必要になるんで、それ持ってないよとか、カッター危ないなってことあると思うんですよ。でこれなんだと思います？僕よくこれが使えるなと思って使うようになったんですけど、これケーキ用のクリームとか塗るスパチュラっていうものなんですよね。これ100円ショップで買いました。これが便利、手もね切れない、安全だから持ち運びもしやすいし、でこれがねよく切れるんですよ。スパッと切ることができるんで、これちょっとこっちの方でこの辺でいきましょうかね。ちょっと切ってやると、はい、ほら中まで染みてる。これなんで今端の方で切ったかっていうと、ごめんなさい、これも使いたいんで後でもったいないですからね。でもいや端だからだなって思いました。ちょっと分かりました、でもやっぱ切りましょう、この辺で切りましょう。後でこのくっつから使いますね。この辺でザクッと切っても、はい、しっかり使ってますね。こういうことなんですよ。しっかりと今こういう風にやったようにやっていただければ中まで水が浸かりますので、必ずそういう風にやるようにしてください。これが大きなポイントです。これもったいないんで後でねアレンジメントに使いますね。ではいよいよ作っていきたいと思います。これしっかり使いましたね。はい、そんな話をしている間にこちらが使ったので、新品のこちらからで作り方をお伝えしていきたいと思います。まず、切り花はもちろんなんですけども、大事なのはやっぱりこの器作りですね。でバレンタインにぴったりななんかないかなと思った時に、やっぱり安価に作りた、まあプレゼント用なんですけど、でもねなるべく予算はね控えめにして作ってね行きたいなってところで、もちろんお気に入りの何か器あったらそれ使ってほしいんですけども、これ100円ショップです。はい、大好き100円ショップ。見えませんよね。まあ本当にね大切な方にプレゼントって時は100円ショップじゃなくて、本当お気に入りのものとかおすすめのなんかおしゃれなねお店なんかありましたら、そういったところで買っていただきたいんですけども、でも100円ショップでも十分こんな風におしゃれなもの売っています。これマグカップの形になってるんですよね。普通にマグカップとして使えるんでしょうけど、これをあえて花の器、花器として使っていきたいと思います。花器としては鉢にそこに穴が開いていない、水がね抜けないものであれば何でも OK です。お家でもし余っている、ね、容器もあったら何でも使うことができますからね。こんなココットですよね、料理に使うような、これなんかもねおしゃれにアレンジメントできるんですよ。ちょうど赤色なんか持っててねいいなと思って買いました。でどっちで作ろうかなと思ったんですが、まあどちらでも何でもいいんですが、せっかくなんでちょっとこの面白いマグカップ型で作ってみましょうか。
お家で使ってはなくなったマグカップなんかでも作れますからね。でどういうふうにじゃあこれを中に入れていくかってことなんですけども、こちらでこの中にこれを入れるってことなんですよ。そうしたときに一回ですねこれ後つけちゃいます。こんな感じでギュギュギュと、まあ、これちょっと特殊な形で寸胴型じゃなくてここね下の方が広くなってるんでどうしても中にここ空間が生まれちゃうんですけど、そこが水が入る隙間にもなるんでね、まあいいかなと思いますね。でこちらこれどれも一緒です。これの場合もこういう風に押し付けてどんな器でもまずこの形を取るんですね。はい、綺麗に丸ができました。はい、あとは簡単、ここそんなに厳密じゃなくていいです。フラワーデザインので四角になるとこの辺もしっかりとねやるってことになるんですけども、ご自身で作る分にはですねもうそこまで難しく考えずね、ここあとはもうあと周りをこうそぎ落としちゃってください。こんな感じです。はい、しっかり染みてましたね中まで。こちらもこの角を取っていくこの丸に合わせて切ります。切っちゃいます、切っちゃいます。はい、でこれまだ捨てないでください。実はこれもですねもし隙間ができた時などにも使えるので、はい、でこの端材でもですねこれ組み合わせれば他の器で使ったりもできるので、ぜひね余すことなく使っていただきたいなと思いますね。こんな感じで本当にケーキを切ってる感じですね。これやってるとこういう感じですね。多分ちょっとまだ大きいかな、一回合わせてみて。そうですね、こういった時にある程度切ったら下も合わせてみてここでもう一回ギュッとやります。はい、そうすると不要な部分が分かってきますね。ここも切りましょう。はい、でこちらをこの中に入れていきます。ギュ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 、はい入りましたね。もうこれでほぼほぼ完成ですね。はい、まあ、高さもちょうど良かったですね。全部入り込むというよりも今回作るのがあのラウンド型なんですよ。いわゆる球体型、半球体ですね。この上のところがこう丸くなるような形で、いわゆる一般的なラウンドアレンジというものを作っていきたいと思っています。その時に少しこのはみ出るようにしてほしいんです。じゃあこれ傘がここもっと高い時はどうするのってことですが、そんな時にさっきこれ取っといてくださいって言いましたよね。もしこれで中まで全部入っちゃったら球体にするときにこう斜めに刺すっていうのができにくくなるので、そしたらちょっとこれもう一回外していただいて下にねこういったものを入れて高さを出していただく、この端材ですね、で組み合わせていただけると高さも出てきますのでこういったものを有効的に使ってください。はい、でもこれで OK ですね。ちょうど良かったです高さが。でこうなったらここでもう一つポイントがあって、球体に作るときに、まあ、上にも刺すしここ横にも刺すし、で斜めにも刺していきたいんですよ。なのでこれもうそのまま上にこう飛び出てますよね。斜めにここも切っちゃってください。ここですね。もう大体で OK です。これが楽しいんですよ。切るのがねなんか心地いいですよね。サクッと切れるんで。でここはどの道花を飾って生けていたら見えなくなるところなので、そこまでここをきれいにする必要はありません。ここでそんなに、はあ、見栄え悪くなったもう一回とかやる必要はありません。もったいないですからね。もう大体こんなもんでいいんです。はい、これでバッチリです。大体ここが今回のだったらそうですね 1,2 センチ出てればいいかなっていう感じですね。これで、はい、もう器完成です。ここまで来たらほぼほぼ完成、あとは自由に作っていきましょうってことなんですが、じゃあ作り方がわからないよと、それがやっぱりお店の人に任せちゃった方がいいんじゃないのってことですけども、いやいやいや、ポイントさえ押さえれば誰もできるんです。ぜひ作ってほしいんです。でいよいよじゃあ切り花、今回ちょっとねいろいろ用意したんですけども、もう少ない花材でも作ることはできます。でもバレンタインなんでね、やっぱり豪華にねうわーって華やかに喜んでいただきたいじゃないですか。なので、まあ、バレンタインあと自分自身にプレゼントでもいいですよね。で今回用意した花材なんですけども、やっぱりバレンタインといえば愛ですよね。なんで花言葉愛、愛情という花言葉があるバラ、しかもバレンタインといえば赤やピンクですよね。ですので赤いバラとピンクのバラを用意しました。まず赤いバラなんですけども、こちら、まあ、小さいミニバラ系のですねバラ、
今回ね普通の1本に1つついてるいわゆるバラなんですけど、こちらが安く手に入ったんですよ。たまたま僕よく行っている切り花屋さんで、もう10本まとめてね、もう500円ぐらいで買うことができて、お得と思って買っちゃったんで、こちら今回使っていきたいと思います、メインで。でそれはなかなかちょっと、バラは1本普通に買ったら結構高いですよね。手場合じゃあどうするかっていうと、これおすすめ、スプレーバラ。スプレーっていうのは、スプレー咲きっていうのは1本の茎からスプレーのようにこうたくさん枝分かれして花を咲かせてくれることをスプレー咲きって言います。バラにもあるんですよ。で普通にね、今切り花屋さんでスプレー咲きのバラもよく売っています。これ見つけたらぜひね手に入れてほしい、おすすめです。何がいいって、今回飾るのはこの高さでこう作っていくんですよ。ですのでそこまで茎の長さがいらないんですね。となるともうお気づきですか、ここで切って使えるんですよ。つまり1本買えば、はい、4本分のバラ使えちゃうんです。これお得。だから正直今回ね安く買えたんで、この1本に1つのバラも使いますけど、赤いバラに関してもスプレー咲き売ってますので、もしだったらどっちもスプレー咲きで手に入れていただければと思います。で今回は豪華に赤とピンクどっちも使っていきますが、正直1つだけでもいいです。はい、どっちか、だいたいね、7から9本あればいいですね。でこのスプレー咲きだったらだいたい 1,2,3 これ4つもついてますよ。だからこれ2本ぐらいあればいいってことなんですよ。ね、お得に作れますよね。ちょっと今回豪華にね作りたいんで、こっちも使っていきます。であとさらに、選び方として、まずメインの、まあ、バラなり、こうやって主張度の大きいものですね、大きめの花のものを使います。でそれよりも小さめの花を次選んでください。花の選び方ですね、もうメジャーすぎるほどメジャーな、もう欠かせない花、かすみ草、ね、アレンジメントといえばですよ、もうブーケにも絶対欠かせない花ですけどね、まあ、これがやっぱりね非常にバレンタインにもぴったりなんですよね。あとこれから初めてアレンジメント作る方にも、これさえあればね間を埋めてくれるので、まあ、それを作りながらちょっとお伝えしますが、これ花物としてメインの花よりも小さいですよね。はい、同じような大きさの花を選ぶんじゃなくて、大きめの花と小さめの花を選ぶっていうのがポイントです。主役と、まあ、常連っていう感じですかね。で花物はこういう風に選んでください。で次なんですが、リーフ類なんですよ。花だけでよくアレンジして作りがちなんですけど、これ僕寄せ植え動画も出してますけど、寄せ植えの時ともうほとんど一緒で、寄せ植えを僕作る上でもフラワーアレンジの基礎を学びたくて、そっちの方でも学んで寄せ植えにも生かしてるんですが、寄せ植えに関してはね、さらに育ち方っていうのも踏まえた上で、それで園芸デザイナーっていう風なものがあるんですが、でこちらです、ユーカリですね、葉っぱ、はい、リーフです。リーフが美しい、これもあらゆる切り花屋さんでね手に入りやすいものですので、リーフ、こういった小さめの、まあ、葉っぱ、今回小さめのアレンジなので、使えるものを手に入れてほしいんですね。あとねこれはね珍しいんですよ。これ何だと思います？クレマチスですね。これはね珍しかったんで買っちゃいましたけども、安かったです。しかもね100円か200円ぐらいで買えたんですが、こういったものもですね、まあ、小さい葉っぱですよね、アクセントに使うことができます。何でもいいんです。お安く売っているものがあればそれ買ってきてもいいですし、あとはご自宅で園芸楽しまれている方は、小さめの葉っぱで育てるものがあったらそれ切って使っていただければ OK です。とにかく花物だけじゃなくて、こういった小さめの葉っぱ、いろんな形している葉っぱも生かすっていうのがポイントになります。作るときにお伝えしていきますね。でさらにこれ実物なんですよ、花、そしてリーフ類、さらにアクセント、ワンポイントになるのが実物。まあメジャーなのがこのヒペリカム、これ切り花屋さんでも手に入れやすいですね。しかもバレンタインにぴったりじゃないですか。ヒペリカムの実キラキラしてますよね。でちなみにそう、これ花言葉もね、きらめきっていう花言葉があるんでね、すごく縁起のいい花言葉でぴったりかなと思います。あ、ちなみにかすみ草の花言葉もね、感謝っていう花言葉があるんでね、感謝を込めて愛を込めてにぴったりなアレンジにしていきたいということですね。まとめますと、花物のメインと小さめの花の2種ですね。それとリーフ類、何でもいいんで小さめの葉っぱの葉っぱを選んでください。でさらにアクセントに実物、これさえあれば OK です。それでは作っていきましょう。では作り方なんですが、ちょっとせっかくなんで赤いバラを今回メインにしましょうかね。はい、こんな感じでね、購入しますと、今回葉っぱ、こうついてる葉っぱ使いません。はい、なんでこれ取っちゃいます。でバラ、普通に切りバラで買えばトゲは大体ね取ってくれています。
がお家のバラを切って使う時の場合は必ずトゲは取るようにしてくださいね。たまたまトゲがついてる、あ、ちょっと残ってるのありましたね。こういうふうにトゲついちゃってますよね。こういったものはハサミで切るでもいいし、簡単にこうやって手でパキッとも取れます。はい、これ忘れないようにしましょう。危ないですからね。というのもなぜそれをしてほしいかというと、していただいた後にこの葉っぱを一個一個取っていくの大変なんですよ、ね、でトゲはだいたい取ってくれてますから。であとまあ ご自宅でやるときも、まあ、トゲはポッ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 と取れちゃうんで、葉っぱがね意外とこう一個一個取るの大変です。いきますよ。上からここちょっと掴んで、はい、一瞬これです。気持ちいいこれね、あっという間に取れちゃうんですよ。一個一個やる必要ありません。ギュッと上からフッとね抜くだけ。この時トゲがあるといてててなっちゃうんでね、先にトゲは取っておきましょう。だから全部これやってます、こんな感じで。こんな感じです、この下処理ってやつですね、今回はバラなどについている葉っぱは使いませんので全部取っちゃいます。これはやっておきましょう。これも楽しいですからね。これで取れました。で一応ですね、で今回バラをですね 1,2,3,4,5,6,7 本かな、7本使えたらなと思っていて、なぜ7本必要なのか、もしくは9本必要になってくるんですけど、これがちょっと僕なりの簡単なやり方でして、さあどこから刺していくんだってことなんですよ。簡単なんです。もう法則に従っていきましょう。花の長持ち方法もね動画上げてるんで、それよかったら見てみてくださいね。後でもいいんで見てみていただけたらと思います、それちょっと今回説明は省きますが、水切りしておきますね。こんな風に水の中で切ります。そうすると花持ちが良くなるんですよ。で、今回短めに使うんですよ。短くていいの でここに刺していくわけなんですね。でこのだいたい吸水フォームの中心ぐらいよりも少し短いぐらいでいいんですね。たくさん刺していくんで中でね混線しちゃって茎同士がぶつかってうまく刺せないってことになってくるので、ちょっと短めで大丈夫です。もうちょっと短いですね。で実はね、短ければ短いほど水がすぐにねここに行ってくれるんですよ。花に届きやすくなるのでおすすめだったりするんですね。でこんな感じで切りまして、これをですね、まずそうですね、これ前がこっちですよね、まあ、どこでもいいんですけど、一番いろんな方法あるんですけどね、ちょっと僕なりの方法ですが、これ下にもうギュッとこう刺しちゃいます。こんな感じでギュッと、こういうことです。はい、こういうことですね。一本刺しました。次ですね、まず一つ目のポイント言っちゃうと、骨格を作るです。メインの花で骨格を作るんです。今回この赤いバラをメインにしていますので、先にね骨格作るとすごく刺しやすいんですよ。というのもこれ次また刺していきますが、今一つ刺しました。ここに三角形を今回作っていきたいと思います。ここなんで、まあ、大体で結構ですが、こちらですね、ギュッと刺す。はい、刺しました。はい、三角形なんでここですね、ここに刺していきます。これがもっと大きなアレンジメントだったら4本刺してもらって構いません。もう単純にこの対角線上で4本でいいですね。今回ちょっと小さめなんで3本でいけます。ここに刺しちゃいます。こういうことですね。はい、まあ、大体三角形になりました。次上の方にも骨格作っていきます。今ね細かく水切り中で切っていってます。そうするとね水がしっかり吸い上げてこの中に空気が入らないので、より長持ちさせるってことなんですが、まあそれが大変でしたら先にある程度の長さに切っていただいてから一回水切りでも大丈夫ですからね。ここちょっとね長めに取りました今。はい、中心ですのでこれね球大にしたいんで、上はここはちょっと長めに取ります。大体の高さでいいんですが、こんな感じですね。ここは球大になるようにある程度刺して、はい、こんな感じですね。もう骨格できてるの分かりますか。はい、でこれだけでもいいんですが、この間にも骨格作っちゃいましょう。今ここに三角できてますよね。こちらにも三角ができました。この中心にこれまた刺しちゃいましょう。ここの間です。ここの 頂点というか 中心ですね。中心にこれを刺すという感じですね。はい、少し高さも
ここが滑らかになるようにですね、斜めに刺していきます。はい、同じようにここも三角できてますよね。ここの中心でこっちも中心に刺していきます。どんどん作っていっちゃいます。でポイントは今思い切ってどんどん刺してますよね。僕結構やりがちなのがやっぱり1回刺してあこっち違うなって言って刺し直したりするんですけど、それまあ何回かはいいんですけど、やりすぎていくと、あでその刺し直すときは必ずもう1回切ってください。はい、これ先にポイント言っておくと、例えばなんですけど、こうせっかく今水切りしてここの中に水が入っている状態になったところに、例えばこれで1回刺しますよね。1回刺してあこの場所違ったな、これやりがちですよね。あこっちがいい、刺し直します。いやいやこっちがいい、こう何回も刺し直していると穴がいっぱい開いちゃって、穴開いたところってやっぱ刺しにくい、その後この隣に刺してもこっちで大きな穴になっちゃってこれぐらついちゃうってことになってくるんですね。しかも刺して刺し直すと、この、まあ、他の動画で、ね、しっかりお伝えしましたけども、切り刃の長持ち方法として、この大事な茎から水が入る場所が塞がれちゃって詰まっちゃって水が全然入っていかないってことにもなっちゃうかもしれないんですね。ですので必ず、まあ、刺し直したときはちょっと長さが短くなっちゃうんですけど、少しこのねもう一回切り直した方が安全ですね。うん、もう一回切り直してから刺すようにしていただけたらと思います。そうすれば刺し直しできますから。でもあんまりやりすぎるとね、こういった穴が開いてうまくこの後刺さらなくなっちゃうんで気をつけてください。そこがポイントですね。なのでもう思い切ってやっていくってことです。たとえ違う場所刺しちゃったとしても、このやり方だったらいかようにも後で綺麗にできますので、とりあえず今骨格、これはまあ間違いようないですよね。とにかくそのために骨格を作るってことなんですよ。はい、ここですね、三角ここですよね。ここにキュッと刺すと、こういうことですね。はい、そして次ここですね、ここに、はい、ここに刺していきます。こんな感じで、はい、今、全部で7本刺しました。こういうふうに骨格を作ることをお勧めします。で、今回1本立ちのバラですけども、はい、スプレー咲きのバラ使えば、なんとこの2本購入するだけでね、これ今8ついてますからね、これでもねこの骨格作れちゃいますからおすすめです。この骨格さえできてしまえばあとは簡単なんです。ここからこれに沿わせて、この空いてる部分ありますよね、ここにちょっと規則的にこういった違う花を入れていけばいいんです。でさらにその間を埋めるようにこのリーフ類もどんどん刺していっちゃってください。ここからもお好きなように散りばめていくって感じです。であればもう大きく崩れるってことはほとんどないです。ここができてるんで、どう入れてもまんべんなく散らせば美しくできるんですよ。ちょっとやっていきますね。どちらかというとうまく作ろううまく作ろうって思わないで、その方もうプレゼントする方を考えながら喜んでほしいな、あ感謝してるなっていう思いをねしっかり伝えるべく愛を込めて作れば、どんな方でも上手に作れます。もうさっきの感じでいくと、この間を埋めていくってことを考えると、ここ空いてますよね、ここに、あいいんじゃないですか、これ入れちゃいます。はい、で少し段差もつけちゃいます。やっぱりメインの骨格になる方がこう全体同じ、このなだら滑らかな、ね、形で円を作る形になりましたので、ちょっとこれは沈ませていました今、まあ、これもそこまで難しく考えなくていいです。大体でいいですが、ちょっと下に入れるのが分かります。こんな風に球体の形なんですけども、少しだけでもこの高低差を生み出すとリズミカルに作れるんですね。こんな感じです、はい、上にも三角ができました。はい、で、まあ、今上からいきましたけども、まあ、下からやってもいいですよ。でこれ下にこっち刺しちゃいますね。今こことこの三角下に植えてるのここが空いてるんですよね。ここにちょっとこんな風に入れちゃいますね。短く切って同じように間を埋めていきます。楽しいですね。こんな感じですね。ほらやっぱりピンクのバラを入れると一気に豪華になりますよね。もうかなりバレンタイン感が出てきたんじゃないでしょうか。でここまで作れればもう完成したようなもんですよ。あとは間をまた埋めていきます。空いてるところありますね。ここに今度は、はい、主張度の小さな花かすみそ、こちらを入れていきたいと思います。これもやはり水切りはするようにしてください。短く切っちゃいます。細かく散りばめますので、こんな感じですね。これもこの1本買ってきただけでたくさん取ることができるんで、
これおすすめの花材ですね。特に小さめのねこういったアレンジメント作るときには本当に重宝します。はい、もうね特に難しく考えません。間に入れます。でこういったかすみ草などの小花だとリズミカルになるんですよ、非常に。ね、楽しいんですよ、これが。どうしてもね、この吸水フォームが見えがちなんですよ、花の数たくさん入れないと。でもこういったふわっとね、かすみ草みたいにたくさん細かく咲いてくれるものを入れると間を埋めてくれて吸水フォームを隠す役割もしてくれるんです。まあ、土でいうグラウンドカバーみたいなね、チョップランツみたいな、そんな役割をしてくれるんですよね。今下の場所のブロックの間を埋めただけですが、それだけでだいぶ豪華になりましたね。これ結構よくお店で見る姿じゃないですか。こういうのよく売ってますよね。まあ、いろんな方法があるんですけど、僕のこのやり方でやるとこんな風にあっという間にできちゃいます。で、たくさん、ほら1本、まだこれ1本買ってきただけですが、こんなにまだ取れますからね。でこれ間、この上の方にも入れていきますよ。まあ、全体に散りばめる感じです。難しく考えなくていいです。間埋めてるだけなんです。誰にでもできます、これ。ここかな、ここかなってやる必要ない。もう時間勝負ですから、これ切り花ですから、なるべく早めに水のところに一発で決めましょう。はい、もう正直これで完成でぐらいです。これだけでもいいですよね、十分ですよね。ですがこれだけだといわゆる花だけなんですよ。花だけなんで、よくある姿だなっていう感じですよね。ですがここでよりちょっと愛を込めておしゃれにアレンジメントという姿にするためにですね、ここからですね、はい、これまた後で足してもいいんですが、リーフですね、はい、このリーフ系を足していきます。そうですね、どうしましょう、ユーカリ足しますかね。はい、ユーカリもですね、ユーカリこの、ね、葉っぱがねびっしりついてるんですよ。だからもったいないから、この下の方だけ切って、これもすって取れますよ。このまま使いたくなるんですけど、やっぱり長さがそれと長すぎるんで、まあ、いろんな方法が実はありますけど、まあ、これはちょっと、そうですね、ああちょっといいな、でもありだな。例えばこれをここも取っちゃって、ここにこうやってはわせるっていう方法もあるんですよ。楽しいですねどうしようかな。ちょっとでも基本のやり方でいきますね、今日はね。ちょっともったいなく感じますけど、これね何個かに分けられるんです。だからお得に使う方法として、ここの葉っぱを全部取っちゃってここだけを使うっていうと一箇所しか使えないですよね。もったいないんですよ。ですので今ここ取りましたから、ここ使えるんで、ここを上のこの葉っぱのすぐ上で切りましょう。ここはちょっとこのまま切っちゃいますね。こうすることで、あまりここの切った部分が目立たず、はい、これ一つ使うことができます。でさらにもう一箇所ぐらいここも切っちゃいますね。はい、これで3つ使うことができます。で一応この切った場所を水切りしておきましょう。で、刺す部分は葉っぱ取っちゃいます。でこの葉っぱユーカリをまたどこでもいいんです、空いているところ、ここかなっていうところ散りばめていきましょう。やっぱり三角意識するといいですね。一つ刺したらここに一つ刺しましたので、三角意識で、あとはこことここですよね。そんな風に考えていただくととても刺しやすくなります。ここここでこっち、こんな感じですね。はい、一本ですが三箇所に刺すことができました。で実はこういう風にユーカリもですね、購入する枝によってはこうやって枝分かれしたものもあるんですよ。これお得ですまあなんといっても切り花でアレンジメント作るときは、切り花屋さんで買うときは枝分かれしたやつを手に入れましょう。これ相当お得。これもう分かりますよね。ここで切ってこういうふうに使えますし、ここでも全部使えますよ。ここでも使える。はい、これそれぞれ使いますし、これをさらに分割して3本にも使えますし、ここたくさん取れますね。4本ぐらい取れますかね。ふうに使えて、お得にお安く作ることができます。で、すべてでも水切りは忘れないようにしましょうね。しっかりと水切りしておきましょう。ユーカリは散りばめていきます。
また今下に入れたんで、はい、ここに入れたらあとは三角意識してこっちにも入れていきます。このポイントさえ押さえながら作れば誰でも本当にある程度ですね、このラウンドの形をですね簡単に作ることができるんですよ。で何より楽しいですし、あとはいかようにもご自身のセンスでアレンジ可能です。ここから崩すってことも楽しいですね。今あくまでもこの規則正しく作っていますが、ここに、はい、見物ですね。例えば見物も全体に散りばめてもいいんですけど、あくまで見物はアクセントとしてヒペリカムですけども、これも葉っぱは取っちゃいます。でこれもやっぱり分かれてますよね。これ使えるんですよ、それぞれ。今3つに切り分けましたけども、例えば分けずにこのまま大きめの房、こういったものをドーンと1つ1箇所に、これちょっと大きいですよね。これ例えばどこかな、フォーカルポイントってね言ったりします。一番こう視線を集める場所を作るってことなんですけども、そういった場所に例えば、はい、こんな風にあえて1箇所トンと入れるって感じですね。っていうのでもいいです。これはもう本当にお好きな感じで、だからあんまり花材が手に入らなかった、一つしかなかったってものは一つトンと入れるっていうのも一ついい、やり方としてはありですね。アクセントになります。ただまあこのヒペリカムの場合はやっぱりね、きらめき、全体をきらめかせる存在になりますので、こうやってね分けて使うことができますから、やっぱりこれも三角にちょっと今回は基本のやり方で作っていきたいと思います。はい、上から三角になってますね。こんな感じですね。かなりバレンタインらしくなってきたんじゃないでしょうか。でまだまだあのカスミソウも入る場所があるので、これせっかくもったいないですからね、こちらも全部使っていきましょう。ある程度このリーフと花物も入ったら、まだ余っている花材があったらもったいないですので使いましょう、もしくは他にね使い道があるようでしたらそちらの方で使っていただければいいんですが、今回はねまだ入りますからね、使っていきますよ。で今気づいたのが、こうパッと見た時に骨格作ってやったんですけど、このバラここくっついてるように見えますよね。ちょっと大きめのバラがここ続いちゃって、ここが離れてないとここがなんかボリュームが大きくなってしまうので、この間にあえて仕切るような感じで足しちゃいます。間に入るとしっかりバランスよくなりますよね。こういったところもバランスを保つためにもこのねカスミソウが使えますね。全体に散りばめるということです。いいですね。こういうふうに作り方が分かったら、お子様とも楽しめます。骨格作るんだよって感じで骨格作っていただいて、あとは好きなように間刺していいよって言ったらね、お子さんも喜んで刺してくれますから、もう失敗とか考えずね、それはもう本当ご自身でお家で楽しむものとして、もしくはでもね、おじいちゃんおばあちゃんのプレゼントとしてね、お孫さんが実はこれ初めてのアレンジ作ったんだよっていうのも喜ばれるんじゃないかなと思います。ぜひそういったものもね作ってみてはいかがかなと。難しく考えないでください。プロだからしか、プロでしか作れないものってわけじゃないんです。僕のようなものでもこういうふうに作ることができるので、こんな感じですね。はいはい、だいたいこれで完成しました。いかがでしょうか、ね、花物とそしてリーフですね、今回ユーカリ入れてます。で見物ヒペリカムをこのアクセントにポイントに入れているだけで、こんなにちょっと可愛らしいねものが作ることができます。ぜひ皆さん作ってみてはいかがでしょうか。ただ僕ねこれで一応終わりにしたんですけど、まだまだ楽しめるんですよね。実は余ってるんでね、ここから進化させることもできます。あ、ちょっと例えばねこれそうそう面白かったんで今回買ったんですけど、こういったつる製のものがあったらこれちょっとやっちゃおうかな。一箇所ここをしっかり刺しますよ。一箇所しっかり刺します。彼氏をしっかり刺して、はい、これぐにゃぐにゃ曲がるんで、これを散りばめます。こんな感じで器にもおしゃれに飾れるんですよ。で、
さらに鼻の方にもちょっとこんな風に絡めていただくと、はい、こんな感じで一気にアレンジメント感が出ましたよね。斬新なアレンジメントに変わったんではないでしょうか。もし、まあ、こういったつる性の植物、手に入ったらお家で育ってるものでもいいですからね。そういったものがあったら、まあ、IB なんかも使いやすいですよ。こういう風に周りを絡める、一箇所はしっかり刺しましょう。水の場所ですから刺して周りを絡めると一気にゴージャスなアレンジメントに変わります。こんな風に簡単に作ることができますので、ぜひ皆さん作ってみてください。ちなみに水なんですけども、水を足りなくなったら足すっていうことで OK です。ここの間、隙間からですね、空いてるところから水を、じょうろかなんかでもいいので、ね、水をやっていただければ、水差しがやりやすいですけどね、足してください。そうすれば普通の切り花同様に長持ちさせて楽しむことができます。何よりもこれに愛を込めて、感謝を込めて、ぜひプレゼントしてみてください。素敵なバレンタインをお過ごしください。それでは三上虫の趣味は園芸チャンネルでした。チャンネル登録、そしてこれ作ってみようかなと思われた方、グッドボタンよろしくお願いします。ハッピーバレンタイン、愛してる。